日光神社、国土交通省、国土画像情報。日光神社は、和歌山県有田郡有田川町にある神社、道町内の日光山山町近くの高地に鎮座する。日光神社は古くは、日光社と呼ばれ、有田川町上、湯川集落の北東6キロメートル、和歌山県田辺市と奈良県吉野郡と津川村の、境のごま団山から北西4キロメートルの笹の、 茶屋峠を北に下った、関斜面の尾根城にある。この笹の茶屋峠あたりを山頂とするのが、日光山で、西斜面は、有田川の支流湯川側及び室川谷川、東斜面は、戸塚川の支流湯見手原川の水源地となっていて、これらの河川の分水嶺を成している。笹の茶屋峠の北斜面一帯は、日光山国有林で、その中央部、 標高900メートルの高地が境内地である。宛川省内の神社としては最も古い時期から存在したとみられ、その記録は鎌倉時代の高野三文書に遡る。高野三文書のうち日光社に言及したものとして、文英年間の年期のある三通が知られており、そのうち最古の文英九年の文書には、県庁二年に鬼神で二丁部を有していたと記されている。 このことから、創建の時期は、平安末期から鎌倉時代初期に遡るとみられ、地域で重きをなす将来の、一の宮とでも言うべき性格を備えていたとみられる。しかし、中世における日光社の姿を伝える資料は、古いものでも、教法十年を遡らず、本社三社、末社一社と伝えるにとどまる。同じく近世資料として、 上湯川村の寺社小新町や貴族風土記には、多くの同社を養子通貨の参経者も訪れるなど、流星を示したが、大江年間に消失したことにより、古くからの姿が失われたと伝える。近世における社地は、諸城町に、境内二十四町四方に、本社三社、末社一社とあり、これは、明治の神社合詞による廃止まで変わることはなかった。一方、 宗教的性格は近世には、すでに不明確になっていた。文化7年の諸条町には、熊野信仰とゆかりの深いお湯神人が行われていたことを伝えており、また、貴族風土器は、祭人として、熊野権限とも、日光権限ともしているが、定かではない。当社祭人つまびらかならず、三社合わせて、日光権限という、熊野権限を祭りなる絵師、 ただし、神明日光のぎ考えす。伝え言う、イニシは、社伝同社大借りリに、応援連中消失して、あとわずかに今のごとく再建せり。中世社伝の図とて、小松市にくらむ、その図に、ゼオ、日光三十八社という塗装。社伝の面向き熊に似たり。安するに、今の社地もロキウツシゲルして、数十境ありしようにも見えす。少し、疑いあり。 あと、考えを待つ、貴族風土器日光社 3K 曼荼羅の箱書きには、祭人が38社を算したと記されるほか、完成4年の諸城庁も、同様に38社の灰紙があったと伝えるが、灰紙の数はこれ以降も増え続け、江戸末期には78社を算した。こうした祭人の増大は、地元での雑多な進行を取り込んだ。 地域振興の社に変質したことと関係するものと見られ、お湯神寺も、教法5年に中絶している。紀伊山地には、高野山、熊野山山、吉野、大峰の三つの霊場があり、各地からそれぞれの霊場に至る、あるいは三つの霊場の間をつなぐ、三景道がある。日光山は、紀州各地からこれら三つの霊場を目指す、最の最短ルート上にある用地であった。 古老の伝承によれば、鹿が瀬戸芸南の避難地方各地からは、各地域の河川を遡上して、流神を目指し、ついで日光山を経由して、吉野、大峰、または、高野山を目指したといい、避難各地の河川上流部と流神をつなぐ道を、北辺路と称した。期中、気北からは、日光山、またはその山麓をまず目指し、ついで小箱岳から小平寺に入って、 熊野本宮へ向かう、あるいは城が森山から中辺地に入って、熊野本宮へ向かう、という道程が取られたという。こうした道程を裏付ける中世の史料や説話文学が存在し、昌平三年、河茂直が吉野の南朝を攻略した際、小村上天皇は吉野を脱出して、あて川へ逃げ延びたと伝えているほか、一辺商人、清江第三の言葉書きは、一辺が、 文英十一年、高野山から熊野へ参詣する際に、日光山、竜神を経由して岩田川沿いに出た後、熊野へ向かったと伝えている。文英十一年の夏、高野過ぎて、熊野へ参詣したまう。三回戦中の雲もをしのぎて岩田川の流れに、衣の袖をすすぎて、王子数所の礼拝をいたして、星新門の右輪に、心の戸座しを開き急。 一辺商人清江また、日光山を経由する紀伊山地の霊場への道は、中世説話文学にもしばしば登場する。太平記末期後の大東宮十津川落ちの県において、大東宮は、切り目王子での熊野権現の無国により、十津川を目指し、その氷江のもとへ落ち延びる。この東避行の経路は、前述の吉野と木南をつなぐ三景道と重なっている。氷衛は、 大東宮に味方となる勢力の所在を告げるが、その所在地は、日光山山六に展開し、日光社の宗教的影響下にあった可能性がある。紀伊半島各地には平家落ちうどの伝承が多数あるが、上湯川の旧家小松家は、平これ森の末裔と伝えられる家系であり、日光社三景万奈良を所蔵しているなど、日光社と深いゆかりを持っている。小松家は、 平これ森の末裔とする伝承があり、紀伊半島各地に多数ある平家落ちるぞの伝承の一つと位置づけられる。小松家は日光社の鎮座する江湯川の支配者であっただけでなく、日光社の支配者であった。紀州徳川家の紀州入部に際し、徳川頼信が在地勢力を掌握してゆく過程で、小松家は小松の姓を認められたが、 湯浅島や畠山氏といった中西部氏の系譜に、連なる他の在地勢力とは異なり、小松家は具体的な中世の辞席を書き、平家の系譜を述べるのみである。系譜を裏付ける文書の類も、天正年間に書者され、後に大正頃に再書者した系譜の他は、数は少なく、ほとんどは消失しているという。文化七年の諸状帳には、先祖より上、 湯川一円を領地として受け継ぎ、慶長年間に、朝の死に、鹿川五十枚を献じるのと引き換えに、諸役面を得たとあり、さらに元禄五年には高野騒動に際して、鉄砲二十丁を差し出していることなどから、小松家は非農業民の当領としての性格を持った有力者であって、それが、近世に至って認められたものと考えられる。明治に入って、各地で繰り広げられた、 神社合祀から日光神社も逃れることはできなかった。近世の諸城町には境内24町司法と記されているが、1886年には3.6町まで現じられ、境内地周辺の神社林は日光山国有林として没収された。上床の住人たちは、境内地と神社林の返還を求める交渉を続けたが、1907年に至って、 ヤワタ村の清水八幡神社に合祀され、その直後には社殿を含む一切の建造物は焼却された。この後も上湯川の住人による返還運動は続いたが、1922年に有田郡庁の介入により、旧社地にヤワタ神社名義で神殿と社務所を建設し、境内地の所有権と国有林保管権をヤワタ神社に最終的に帰属せしめることが確定された。 こうして、中世以来の日光社は解体され、再び光が当てられるには1965年を待たなければならなかった。きっかけとなったのは、清水町の調整10周年記念行事の一環として行われた県立木美高等学校清水文工文化祭だった。文化祭の郷土史展示のために行われた調査の中で、上湯川の旧家小松家所蔵の 日光三社大権限三十八社図が注目を集めた。翌1966年春から調査準備が進められ、文工の中川明を中心とする調査団が同年8月に日光神社及び日光神宮寺の発掘作業を行った。調査は翌1967年にかけて継続して行われ、日光社三景曼荼羅と符合する形で移行が、 検出されたほか、多くの遺物が出土した。第一次調査では、建築物の遺構2箇所と京か棒跡が発見され、日光社系マ曼荼羅の描写と符号する形で、建築物遺構が確認された。現地には、本社3社あとの左岸割り積成の元段があり、3社とも、正面4.4メートル、側面5メートル、余柱のおそらく、 入りも屋作りの社殿であったと考えられる。神社北側には人為的な崖が認められ、この崖に沿った細長い三段の平坦地を神宮寺の所在地と推定して発掘作業が行われた。平坦地のうち第一平坦地からは二つの建築物遺構が検出された。出土物に基づく推定から一つ目の遺構は、 約6メートル四面の建物で、中心部には割石を入れて、基礎を固めた上に中心層があり、土壇の上に、巡る縁を巡らした三軒四面の宝刀で、釘を土かなもので隠す衣装が施されていたと考えられている。もう一つの遺構は一辺6.6メートルの正方形の建物で、巡る縁を巡らした三軒四面の建築物であると推定される。第一平坦地は、 ちょうど層に覆われており、礎石は火にさらされて割れ、消失の痕跡を示している。設定された第二平坦部からは、多数の出土物があったが、建築物以降は確認されなかった。それに対し、第三平坦部からの出土品は、他の平坦部と様相をことにし、ロアと一箇所のほか瓦木や破石室等妙皿が、発見されたほか、炊飯具、苦前具も見られることから、 生活の場であったと考えられる。この他、崖上からは、京塚の存在を示唆する異質見らしき遺構が見出され、異物として、通す一本や、和京三面、通す破片三辺が発見されたが、京塚などは発見されず、ま、異物も杉の大木の根の下から出土したため、確実な実測は困難であった。第二次調査では、第一次調査の結果を拡充する成果が得られた。 異物の湿度範囲は第一次調査よりもさらに広範囲にわたることが確認されただけでなく、斜面下方の限界が確認されたほか、消失時の状況が推定された。また、関営通報が出土したことから近世に神社が存在したことが裏付けられたほか、斜面左右から礎石が発見され、 日光社三景曼荼羅と符合する形で社殿が廃されていることが明らかになった。日光神社及び日光神宮寺の発掘調査は1966年8月と1967年8月の2度にわたって行われ、調査結果は2冊の報告書にまとめられ、神宮寺以降及び出土物は町指定文化財に指定された。日光社を描いた社寺三景曼荼として、 日光社三景曼荼羅があり、上湯川の旧家小松家に、日光三社大権現三十八社図として、伝来していたものである。本図を収めた箱には、日光三社権現三十八社五江入り願手、小松康助平長森、箱二浦には、小松康助長森と、牧所がある。日光社に立つ名は四年名の石道楼には、同一人物と見られる、小松康助長森とあることから、 箱の新潮時期は同時期と推定される。現在は掛け服装だが三景曼ラの通例として折りたたみの形跡が見られるが使用頻度が高かったようで折り目の角付近の損傷が大きい。成立の背景には日光山麓におけるこれリ伝説や太平記における大東宮十川落ち伝説に見られるような熊の信仰など衝動の世界があったと考えられてきた。 画面中央に、ほぼ同型の社殿三棟を描き、向かって、右に正面島の同車、左に、正面三県の同車を描き、これらすべて日和田吹きとして描かれている。これら五棟は、水垣で囲まれて、周囲と隔てられ、水垣中央には、鳥居が配されている。水垣の外には、左方から多方塔を描き、その前方に、板吹きの同車、鳥居、首郎。 かやぶきの建物を描く。さらにその下には、左側に同社と少子を、中央にかやぶきの建物六棟を描き、最下部には川が描かれている。画面上部には、雲で区画された三つの峰が描かれており、画面上部の左右両端には、三名の中期とおぼしき住み消しがあるが、ここに、 何が書かれているかは判明していない。漁師の状態から上部10センチメートル、左右両端5センチメートルが切り落とされていると見られるが、その理由は定かではない。画中には合計41人の人物がおり、斜塔では僧侶と新人、水垣中央の鳥居の中に巫女、水垣の外にも僧侶を描き、他にも念仏賞や山伏といった宗教者、 説教師や琵琶帽子といった芸能者、高野清さらに巡礼の姿が描かれ、その画風から清水寺再景漫洞や、長明寺治三景漫洞などと同じく、室町時代後期の16世紀頃の作と捉えられる。前述の通り、1966年から1967年にかけて日光社で発掘調査が行われ、日光社三景漫洞と符合する形で移行が、 確認されたことから、日光社発掘調査報告書では、本図が現地の王庫の景観を描いた資料であるとの判断が提示された。また、同地は高野山隆神熊野を結ぶ高野隆神街道に接することから熊野信仰との関連が示唆され、急増の掛け仏から祭人を甘テラス大臣か、高野明神と熊野権限か、春日が権限であったのではないかとし、これらから、 図中の三つの山を、駒ま団さ高野山、熊野とする想定が示された。また、夏草書二十三巻には平家物語と、熊野信仰との関連から本図が取り上げられ、これらを踏まえた、鈴木隆一日、日光社信仰については、図中に描かれた五つの社殿の扉の描写から、中央三者が一柱ずつ神を祭り、左側拙者は五つの扉を持ち五柱の神を、 祭る愛との、右側拙者を四つの扉を持ち四柱の神を祭る愛とのとみなし、これら十二柱の神を祭ることから熊の十二、諸言言であると考えてを示した。このように、日光社の信仰を熊の信仰と結びつける見解が示され、その後の処分権もこれを踏襲している。しかしながら、貴族風土器の記事はむしろ金星における日光社の 信仰のあり方の不確かさを伝えるものであり、社殿の趣むき熊野に似たりとも記すものの、これも現地景観ではなく、本図に基づくものである。また、水垣の中の建物すべてを社殿とみなす見解は、実証的な裏付けを必ずしともなっているわけではない。画面中央の三者殿の左に描かれた正面三軒の同社は、別紙貼り付けであることが以前から知られていた。 オーカーチによると、この別紙の右下部分にまた別の紙が貼られて穴埋め、されており、4枚の紙を貼り継いだ別紙のあり方と、右下穴埋め部分の両紙の貼り継ぎ方は、完全に一致している。そして、穴埋め部分に書き直しの痕跡がないことから、制作途中で行われたものであることがわかる。つまり、一画面中に描くべき情報を収めるため、現地警官との相違にもかかわらず、 本来は三社殿の右下に描かれていたものを製作途中で切り取って貼り直したものと考えられる。日光社発掘調査と比較してみると、三社電両側の建物は確かに位置こそ符号しているものの、あまりにも規模が相違するだけでなく、水垣の内部に配された人物像の視線が中央の三社殿ではなく、正面三軒の同社に向けられていることも含めて、画面中央に、 横一列に並んでいる建物をすべて無造作に社殿とみなす見解は成立しがたい。水垣のうちにあって拝礼する人物像の視線が正面三軒の同社に向けられていることは本図を作成させた元首の目的を反映したものである可能性がある。すなわち、日光社は金属風土器を含む金星の知史において応援年中に消失した後、 本社三社を除く同社は再建されなかったとされており、ここから本図の作成目的は三社度の左側の同社の再建とも考えられる。社寺三景荼羅は肝心によって実現されるべき最高後の理想の姿を描くのが通例であり、日光社三景荼羅の描写が一定の史実を反映したものであるにせよ、特定の時期の日光社の実景を描き出していると、 単純に考えることはできず、貴族風土器が境内を本社三社、末社一社、主老、蝶のみがあったと伝えるように、再高が果たされなかった可能性もあるだろう。こうした点からすると、図像の他の部分も再解釈を要するものとなる。例えば、画面上部の三つの峰は日光山、駒団山、高野山、あるいは高野三山とも考えられ、水が外の書道は、 別当時と見るなら、肝心性の拠点たる国屋とおぼしき建物もある。また、画面下部の建物は、小松家の支配地であった上、湯川と捉えうるものであり、日光社の縁起にまつわる人物として、平これ森とおぼしき人物像も見出される。また、高野清の描写があることから、高野山信仰との関連も指摘でき、日光山とその山独一体を熊野と高野山の、 双方の信仰が混在した地域であるとする指摘もある。お湯神事があったことにも見られるように、日光社と熊野信仰は無縁ではありえないものの、画面中の情報を保管しうる中世資料が日光社には欠けている。本図は熊野信仰に無造作に結びついた絵画であるというより、より日光社とその周辺地域の歴史や信仰に結びついた絵画として位置づけられる。 ありがとうございます。